昔と比べて全然痩せにくくなりますよね。前回高重力筋という動画を載せたんですけども、今回その応用編になります。もし見てない方は動画の最後にリンク貼ってますんで、そちらも合わせてみてください。40代から太りやすくなる原因は高重力筋の低下によるんですけども、前側に2つ後ろ側に3つ筋肉が分けてあります。このバランスが崩れると姿勢が崩れて痩せにくくなるんですが、これを鍛えるのに大切なのがプランクなんです。体の前側2つを鍛えることができます。上向きのプランクってあんまりしないと思うんですけども、実はこれが大切なんです。体は基本前に進んで動いているので、前側の筋肉はまだ残ってるんですが、後ろ側の筋肉がほとんど使われなくなって筋肉のバランスが崩れて太りやすくなる、結果痩せにくくなるっていう風になるんですけども、この後ろ側3つを今回は合わせて鍛えていきます。通常のプランクは腹筋、前もも、脊柱起立筋が鍛えられるんですが、今回肘じゃなくて手をついて行います。背中も胸も腕も鍛えられます。同じ20秒でも鍛える筋肉が増えるんで、とても効率がいいプランクになってます。ちょっときついので3パターン紹介します。自分のレベルに合ったものをしてください。合わせて背中を使うプランクを20秒3セット一緒に頑張っていきましょう。スマホは顔の前に置いて行ってください。うつ伏せから手を脇の下について、体を持ち上げて行います。これが辛い人は、片方を肘をついて、片方手をつきます。これでもきつい人は、膝をついて手で行うか、片方肘をついて手をついて行うかです。片側肘をつく場合は、10秒で反対に入れ替えてください。肘つかずにできる方は20秒キープです。できるパターンでやっていきましょう。これを3回行います。それでは、行きます。スタート。これでキープです。ちょっと辛いと思いますが、選んだメニューが辛かったら、膝ついたり、途中でメニュー変えてください。あと少しです。よーし、オッケー。これをあと2回行います。結構腕がね、疲れると思うんで、ちょっと回したりして、2セット目に入りましょう。それでは2回目いきます。今行ったメニューが辛かったら、レベル下げてもいいです。行きましょう。スタート。この肘曲げる位置はね、ちょっと高めでもいいです。お尻しっかりキュッチして。レベルに合わせた位置でやってください。できる人はできるだけ低い位置。はい、 OK。 しっかりね、腕も肩も背中も胸も効きますんで、男性はねこれがおすすめ。さあラストです。いきましょう。スタート。体力残ってるよって人はね、ちょっと揺れてみましょう。ちょっと入れるとかなり辛いですよね。自分のメニューでいいです。はい、 OK。 次は後ろ側を鍛えていきます。後ろ側は特に弱いので、もう絶対セットやってください。前だけ使ったら特にバランスが崩れてくるんで、前よりも後ろの方が多い方がいいぐらいです。背中を使わないといけないんですが、肩が内側に巻いていると背中が使えません。なので肩を後ろに回すっていうことを、胸を張りながら脇を締める感じで、まず背中を使う意識をね、20秒ほど行いましょう。手は脇の下、指先少し広げます。こっから背中を寄せる感じです。いきましょう。スタート。しっかり胸をね張る感じで、肩甲骨でね割り箸挟むぐらいの感じイメージで、はい、 OK。 ちょっと背中を動かす感じがね難しいと思いますが、硬くなっている人ほど動きにくいんで、これを毎日やっていくとね、肩甲骨剥がれて動いてきますんで、動きにくかったよって人は毎日やってください。
それでは応用編です。20秒3回いきます。今の背中を寄せた状態でお尻を持ち上げます。自分のペースでお尻ついてください。また上げます。つける。背中はずっと寄せたままです。いきましょう。スタート。ずっとキープできる人はこのままでもいいです。もしね、辛いって人はたまに降りて、でも背中はもう寄したまま、胸を張って、肩が前に来ないで胸を張って、はい、 OK。 これをもう2回いきます。疲れてくると肩がどうしても内側に入って背中が丸まるので、しっかり胸張って背中が丸まってきたなと思ったら一回降りましょう。降りて胸張ってまた上がるっていう風にしましょう。しましょう。スタート。だんだんとフォームが崩れるんでね、一回降りてまた背中を丸めて、背中を反って後ろ上げる。またフォームを戻して上げる。はい、 OK。 ちょっと肩回しましょう。あともう一回で終わりです。それではラスト行きましょう。しっかり胸張ってスタート。フォームが崩れたら降りて直す。最後に肩をね使ったと思うんで、後ろに手を回していきましょう。いきます。スタート。肩がだるいまま終わっちゃうと、もうこのメニューしたくないなって思ったりすると思うんで、必ず使った筋肉のリセットをしてから終わるようにしましょう。はい、 OK。次は肘をね回していきましょう。スタート。これで終わりです。いろんな肩のね動かし方して力を抜いてください。疲労感が残ってるとね、もうしなくなるんで、疲労飛ばして終わりましょう。はい、 OK です。お疲れ様でした。今回のメニューで抗重力筋という体型の崩れの原因になる筋肉を使うことができました。普通のプランクよりも使える筋肉多いんで、とても効果的なメニューになってますんで、 SNS されてる方はシェアなど、見られた方はグッドボタンとコメントで感想を教えてください。最後に抗重力筋について前回を見てない方は、最後にリンク貼ってますんで、そちらもチェックしておいてください。ご視聴ありがとうございました。